ジョジョ小曲集は、エドバルド・グリーグが1867年から1903年にかけて作曲した全66曲からなるピアノ曲集。6から8曲ごとにまとめられて出版され、全10集からなる。蝶々、春にドリキス、トロルゾ・ハウゲンの婚礼の日などは、とりわけ有名。個々の曲名は、音楽の友者、グリーグジョジョ小曲集1.2による。 1867年に出版。この時期は、ニーナ・ハーゲルップとの結婚の年で、翌1868年に、ピアノ競争曲を作曲するなど、充実した創作期の作品である。後の作品集と比較すると、音景は単純で、複雑な技巧は必要としないながらも、すでにクリーグらしさは発揮されている。アリエッタ・ワルツヤ系の歌妖精の、 踊り民謡ノルウェーの旋律アルバムの綴り祖国の歌1883年に出版。第1週から16年の隔たりがある。ピアノ競争曲、ペール・ギュントの音楽を作曲し、名声は揺るがないものとなったが、以降ピアノや歌曲、室内楽作品等を中心に手掛けるようになっていく。子モリ歌民謡メロディハリング・飛び跳ね、踊りエレジー・ワルツカの第2週の翌年に、 作曲されたが、出版は1886年。ヨーロッパ各地への演奏旅行の合間に書かれた曲。全体的に春の喜びにあふれている。超超孤独なさすらい人故郷にて、小取愛合の歌春に宿りキス1888年に、出版。作品は1885年に遡るものもある。アルバムの綴り、ハリング、飛び跳ね踊り等。 他の曲集と重複する名前の曲がある。即興的ワルツアルバムの綴りメロディハリングメランコリー、飛び跳ね踊り八1891年に出版。叙情小曲集の中心をなす完成度の高いもの。最初の4曲は作曲者により、叙情組曲として、還元楽へ編曲されている。羊界の少年ノルウェーの農民行進曲小人の、 更新や草曲スキル図書の音1893年に出版。フランスの保養地マントンで作曲された。祖国への教習とヨーロッパ的なスタイルが同居している。過ぎ去った日々があで現役秘密彼女は踊る。教習1895年に出版。トロルゾハウゲンで作曲された。体調が次第に悪化していった時期の作品。第五。 六週と比べ地味なため玉石混交と言われることもあるがむしろ芸術性は高まり、クリーグ後期の繊細で洗練された自然美が描かれる。風の生還者フランス風セレナード、小川無双カロ1896年に出版。ピアニストの盾のイズムによれば第5曲をはじめとしてバラード調の曲が多い。クリーグによるトロールドハウゲンの婚礼の日。 1906年録音。青春の日々から農民の歌ユーツサロンバラード町でトロールドハウゲンの婚礼の日1898年に書かれ1899年に出版。2から3分の小さな曲ばかり。第4曲と第5曲は1899年にグリーグ自身がオーケストラに編曲している。スイフの歌おばあさんのメヌエットあなたのそばに、 山の夕べゆりかごの歌憂鬱なワルツ20世紀に入り、1901年5月に5曲を作曲、1901年に出版。昔々夏の夕べ商用性森の静けさハリング、過去余韻、ユハニラ・ゲルスペッツ・法官アウストボ・ダニエル・アドニ、ゲルハルト・オピッツ、エヴァ・クナル・ダール、縦の泉・アイナ・ルステイ・ノック・レベルグ、フローリアン・ヘンシェル・エヴァ・ポブーツカ、アルド・チッコリーニ、 ありがとうございます。